ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。子猫を保護したらどうしたらいいのか、今日は神村動物病院の看護師さんに聞くよ。愛媛犬猫の会の会長さんが署名を熊高原町長さんに提出、桜耳猫のクッキーを発売したお店、坂の上の猫をご紹介。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。神村動物病院にやってきました。今日はいろいろ教えてください。よろしくお願いします。もう春先から子猫を見つけてどうしようっていう相談が結構来たりするんですけれども、まず子猫を見つけたり保護したらまずどうしたらいいんでしょうか。はい、まずはやっぱり体が冷えていないかだとか濡れていないか確認していただいて、で濡れてたりした場合はお家にあるドライヤーとかで温めていただくことが一ついいかなと思います。で他にもカイロでちょっと温かくしてあげたりだとか、であとはお家にある空いてるペットボトルとかをお湯を入れていただくと湯たんぽ代わりにもなるので、そちらを活用してもらって、とにかく低体温が一番子猫ちゃん危ないので冷やさないようにしていただくことが大事かと思います。で平均的に母猫さんは38度台なので、30度台下回らないように、部屋の温度を、部屋の温度をですね、箱の中とかとかです。もう暖かく暖かくしてもらって、とにかく保温ですね。とにかく保温ですね。一番大事。わかりました。でとにかくこう、それで保護して保温したら、やっぱ動物病院さんにいち早く来た方がいいですか。そうですね、一番最初に来てもらって、で、当院では一応うんちの検査とか、あとは耳の中とか皮膚とかを見させてもらって、問題がないかどうかチェックさせてもらってます。で、その後の飼い方とか、あとは予防注射の予定などを一緒に相談しながら決めたりとかしてます。で、飼えないっていう状況にある飼い主さんに対しては一緒に里親募集を協力もしております。はい。子猫ちゃんには何を与えればいいんですかね。はい。で、歯が生えていない子猫ちゃんの場合はミルクを与えてもらうようになります。で、ミルクはもう必ず猫ちゃん用のミルクを使っていただいて、で、猫ちゃん肉食なので高タンパクの栄養が必要になります。なので人用の牛乳は栄養がやっぱり不足してて足りないのと、乳糖も入っているので盛り上げないようにしていただいて、で人肌に温めた人間の赤ちゃんと同じような感じで哺乳瓶の口とかもサイズが違うので、その子に合ったものを選んでいただいて。そんな専門的な哺乳瓶ってどうしたらいいんですか。ペットショップさんにも売ってるとは思うんですけど、あとはネットでとかでも結構サイズは売ってると思うので。ミルクは何時間おきにやればいいんですか。最初は3時間おきぐらいにあげてもらって、でするとだんだん飲む量も
いっぺんに飲む量が、そう、いっぺんに飲む量が増えてくるので、まあ、そうしたら間隔は、まあ、増し4時間とか、まあ、ちょっとずつ間隔空けてもらったらと思うんですけど、歯が生えてきたら次は離乳食に切り替えていくなるんですけど、まあ、すぐには硬いもの食べれないので、ドライフード、子猫ちゃん用のドライフードを、まあ、ミルクとかで最初はもうふやかして食べさせてもらって、でうまく食べれないようだったら、まあ、その食べれてない分はミルクでまだ補う、うん、ようにします。であとはまあ、徐々に硬さも硬くしていって、まあ、2ヶ月頃にはまあカリカリのドライフードを食べれるように目指して、うんうん、あと食べたら出すっていう点でも気をつけることあるんですか？そうですね、母猫が本来は、まあ、舐めたりして刺激をして子猫ちゃん排泄するんですけど、肛門とかを、そうですね、はい、なんですけど、やっぱりそれが一人だとできないので、うん、まあ、人間の手でまあティッシュとかガーゼとかで刺激してもらって、ツン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 ってツンツンしたらいいんですか？そうですね、トントントンってしてもらったらちょろちょろっと出てくるので、はい、で、だんだん、まあ、年齢が3週間ぐらいになると、まあ、ちょっとの刺激でジャーッと出るようになるので、まあ、その頃から一応トイレを教えてあげるような感じになります。うん、でうんちに関しては結構3日ぐらい出ないこととかもあるんですけど、はい、まあ、そうするとやっぱり苦しくてミルクの飲み具合とか悪くなってくるので、そういった時は病院に連れてきてもらって、まあ、干潮をして、で、まあ、出やすいように、はい、していきます。はい、うん、出にくかったら病院に来てください。干潮します。トイレはどうしたらいいんでしょうか？トイレはまずは子猫ちゃんが入れる高さの、まあ、どんな浅めの、そうですね、段ボールとかで作ってもらってもいいですし、はい、まあ、そういった容器を用意してもらって、まあ、砂を、まあ、その砂も、はい、やっぱり小さめの砂を子猫ちゃんのうちは、はい、選んであげた方がいいです。で、あとは食べちゃうこともあるので、間違って、まあ、そうですね、はい、まあ、固まらない砂を選んでもらった方がいいかと思います。猫は動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。まあ、子猫ちゃん突然に死ぬこともまあ聞くんですよ。どこを大事に見ればいいですか？まあ、お家でできる健康管理の一つとして体重をしっかり毎日測ってあげること。毎日、はい、だいたい同じ時間に？そうですね、だいたい測るタイミングは、まあ、ミルクをあげる前とか、まあ、あげた後測って、まあ、何グラム増えてるかどうかっていうのを、飲んでいくら増えたみたいな感じ。そうですね、うん、でそれによって、まあ、飲んでないとかもやっぱり分かるので、まあ、3週間ぐらいはもう毎日しっかり体重は測ってもらった方がいいです。うん、さあ子猫ちゃんの命はとりあえずつないだ、はい、これからどうしよう、うちではちょっと飼えないんだけどという場合もあるかもしれません、うん、どうしたらいいですか？うん、まあ、まずは最初からこう飼えないということを諦めずに、まあ、飼うかどうかということは、まあ、お家とかでちょっと考えていただいて、あとはまあ里親を探すかどうか、うん、でこの、まあ、まずは2択大きく分けて考えてもらえます。で、まあ、里親を探す場合の方法としては、まあまずはポスターとかチラシで、まあ、近所のスーパーさんに協力いただいたりだとか、
か、まあ、当院でもあのポスター作っていただいたり写真を持ちいただいたらポスターも作って掲示させていただきますし、あとはまあ最近あの SNS だとかも、うん、やっぱり有力だと思うので、うん、まあ、お子さんが SNS していたりだとか、まあ、ブログだとかされている方はそちらで拡散していただいたりとかで、まあま、周りの方に協力をいただいて何か里親を探して、まあ、譲渡会とかもあるので、うん、愛護団体さんもね開催されてますもんね、うん、そうですね、はい、努力してみると、うん、そうですね、まあ、小さな尊い命なので、まあ、諦めず、はい、ちょうど2ヶ月ぐらいになるんですけど、まあ、段ボールの中に、まあ、タオルとで3匹ちっちゃいね、もうまだ目も開いてないような猫ちゃんが、血のみごですよね。そうですね、うん、もうでニャーニャー泣いてるのを、まあ、スタッフが見つけまして、でまあやっぱり私たちからすると、まあ、寂しさと、まあ、人間の、まあ、身勝手さっていうのも、うん、まあ、実感するようになって、で、まあ、でもまあそのままほっとくわけにはいかないので、まあ、スタッフが交代で、まあ、ミルクをあげてお家に連れて帰ってお世話して、で、まあ、すくすく3匹とも成長してくれたんですけど、うん、まあ、そこから、まあ、さっき言った里親さんを探すっていうところで、まあ、みんなで協力して探した結果、まあ、3匹とも、まあ、飼い主さんが決まって、これ運が良かったですね。そうですね、うん、まあ、そうやってでね、引き取ってくれた飼い主さんとかもすごく嬉しそうに連れて帰ってくれたので、まあ、お世話した甲斐があったなと、まあ、その瞬間っていうのはやっぱり嬉しさと、まあ、ちょっと寂しさと巣立ってくれたっていうような感じでいつも見送ってるんですけど、うん、まあ、一人一人がねできることを諦めずに、やっぱり何かあったらまずは病院に相談してほしいなっていうのは思いますね、はあ、うん、病院ってそういうこと相談していいんですね。もちろんもう何でも動物のことは、はあ、はい、私たちも一緒になってやっぱり考えることができるので、うん、何にも気兼ねなく相談してくれたんで、心強いですね、はい、大丈夫です、はい、神村動物病院さんもフェイスブックとかされてますもんね。そうですね、うん、はい、ぜひ見てください一匹でも、まあ、不幸な猫ちゃんが増えないようにできることなんですけど、まあ、今猫ちゃん飼ってる飼い主様、まあ、ちょっとでも、まあ、お外に出る可能性があるようでしたら、やっぱり避妊と去勢の手術をおすすめしてます、まあ、これは小さなやっぱ命が増えないっていう予防にはなるんですけど、まあ、お家でできることの一つになりますので、まあ、あとはやっぱりボランティアの皆様が、外の猫ちゃんの手術に連れてきてくださることもあります。で、全国でもそういった取り組みは増えてるんですけれども、やっぱりまだ殺処分の猫ちゃんっていうのはたくさんいますので、まあ、それに少しでも協力できるように、減らせるように、まあ、動物病院でできることを、まあ、私たちも考えながらこれからも取り組んでいきたいと思いますので、まあ、何かあったらいつでも相談してください、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。やってきたのは熊高原町役場。
認定 NPO 法人愛媛犬猫の会の高岸千春会長が久万高原町の河野町長に犬猫の不妊去勢手術補助事業の要望書と署名を手渡しました。愛媛県の殺処分数っていうのは平成28年度全国でワースト5位だったんです。とても自慢できない数字ですので、愛媛県全体の殺処分数を減らしていきたいと考えてます。愛媛県では犬猫の避妊去勢手術、助成事業っていうのが、13の市と町でまだ設置されてないんですよ。でその中の一つが久万高原町なんです。で、中予区の市長の中でないのも久万高原町なんです。でそれで確かに犬の殺処分数、引き取り数は久万高原町少ないんですけれども、猫の引き取り数がやはり多いんですね。でなのでこの引き取り数を減らさすためにはもう不妊去勢手術しかないと当課が考えてますので、愛媛県内すべての市と町に犬猫の不妊去勢手術補助事業を設置させていきたいと考えてます。皆さん署名ご協力よろしくお願いいたします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。松山市三番町の繁華街、ビルの6階に目指すお店がのっぴんダイニング坂の上の猫、トレードマークの猫ちゃんの看板。中に入ると猫の飾りがいっぱい。いや、源田さん、猫ばっかり。ありがとうございます。かわいいでしょ。もうエレベーター降りたらすぐに猫ちゃんのだらんとしたぬいぐるみ。そうなんですよ。あれみんな迎え入れてくれる、はい、にゃんたがいますね。はい、おすすめは何ですか。うちの料理ですか。はい、そうですね、うちの料理おすすめはのっぴんパスタですかね。のっぴんラーメンってご存知ですかね。はい、知ってます。ごまの味が美味しいラーメン屋さんですよね。はい、松山市の。僕はあそこに8年ちょっといまして、でまあ、すごい美味しいラーメンだと僕も思っているんですけども、街中にはないので、でうちでものっぴんラーメン食べれるんですよ。そうなんですか。はい、でそののっぴんラーメンっていうのは、ラーメン屋時代からずっと思ってたけども、女性が食べるにはゆっくり食べたら伸びるでしょう。はい、でおしゃれに食べられないでしょうね。ずっとよく感じですね。でパスタの方が多いんですよね、皆さん。だから、はい、のっぴんラーメンのスープを使って、うん、パスタを作れば両方一石二鳥でいいんかなって思って、なのでパスタを考案したんです。たらすごく評判が良くて、まあ、美味しいんですけど、ちょっと細麺で、普通のパスタよりはちょっと細麺で食べてもらってます。このお店ってコンセプトが
猫好きのための、はい、僕が猫が好きなんですよ。なので、まあ、猫好きな方が集まってきて、そしてその、まあ、いろんな店あるでしょうけども、猫好きの方がほっこりできるようなお店、またそのなんか癒されるような感じ、猫に習った癒しの空間みたいな感じと、美味しいお料理と美味しいお酒と、はい、そういうのを店はなかなかなかったので、自分が作ろうかなっていうことですよね、はい、もう源田さんご自身が猫のために何かしたいという方なんですね。そうなんですね。あの殺処分をゼロにしたいもありますし、まあ、保護猫活動もしたいし、でもなかなか一人でできないので、そういう思いをお店を通して発信していくことで、いろんなところでつながれたり、こうやってあの取材にも来てもらえたりですね、するので、あの今後どんどん少しずつですけども、猫のために役立てるようなことにしたいなって思ってますね、はい、そういう考えになった何かきっかけがあったんですか、殺処分ゼロにしたいなっていうような。あの昔から僕猫飼ってるんですけど、あのだいたいペットショップで売られてるものはないんですよ。あのどこかで捨てられてるやつとか、生まれてしまった命で、何匹か生まれた中でもやっぱりカラスに食べられる自然のものもあれば、車に轢かれるだとか、そういうかわいそうな命でも、みんな生まれるためには、生きるために生まれてきたので、そういうのは殺処分とか保健所で何千頭とかいうのを僕は嫌いだなと思って、そこは何とかしたいなって思ってますね、はい。このお店がオープンして今年で1年ということですけれども、はい、皆さんお客さんどうですか、反応は。やっぱりね、あの店の名前が坂の上の猫って、猫がつくし雲かと思ったら猫かいなそうなんですよ、看板に今猫の、あの絵がついてるので、はい、なのであの最初は戸惑いながらも猫好きの方多いですね、はい、で壁にかかってる絵を見られたり、あのいろんなメニューとかの中にもこうちょこちょこ猫が入ってるので、それで喜んでもらえたりしますね。お客さんが持ってきてくれた写真も飾ってくれるんですか、猫の。そうなんですよ、お客様が自宅で飼っている猫、大切にしている猫がおられると思うんですけども、お写真を持ってきてもらったら、あのお店で名前と年齢と書いて貼ってですね、で持ってきてもらった時にはワンドリンクサービスと。そうなんですか。ということで、あの猫ちゃんのシールが貼られた可愛らしいプリンがまた評判だとか聞いたんですが、はい、オープンして初めはなかったんですけども、うん、あの最初はコースのデザートにと思って少し作ったのが、あのだんだん評判が良くて、美味しいから持って帰りたいとか、販売はしないんですかっていう声であの作るようになって、で今は結構持ち帰りのお客様、プリンだけ買いに来られるお客様も多くて、あのイベントとかでもかなりの評価いただいてます、はい、また材料がこだわってるんでしょ。そうですね、こだわりっていう部分においては、その特別すごいものが入ってるとかいうのではなく、はい、もうシンプルにしてますね、はい、だから卵と牛乳、うん、あと生クリーム、砂糖、そんなもんぐらいですね。じゃあ、 あのいわゆる添加物類とかは入ってないです。はい、食べる方は嬉しいですよ。そうですよね、うん、でその当たり前の材料を使っていかに美味しく作るかっていうところなので、腕の見せ所。そうなんですよ。クッキーがまたこれ可愛いですね。自分が食べたいと思ってクッキーを焼いた、はい、でそこにたまたま猫の型があったから型を抜いた、抜いたそれもあの売ればいいのに、これあったら買うよっていうお客さんがおられて、で売るようになったんですけど、顔がなかったんですね最初は。普通ないですよね。普通ないですよね。これ顔があったら可愛いんじゃないかなって思って顔を描くようになったんですよ。そうしたらすごく可愛いんですけど、すっごい手間かかる。一個一個手書きなんですか。全部手書きなんですよ。大変でしょう。でも値段上げるの忘れたんでそのままにしますけど。これもまた材料が変なもの使ってない。そうです、これも、卵とバターと小麦粉のみで、あと砂糖と、はい、そうなんですね。このクッキーなんですけど、なん
か耳の片っぽが割れてませんか？そうですね、気づきました。気づきました。これはこれはね、今のなんか保護猫活動する中で大事なことですけども、産ませないことがそのかわいそうな命を増やさないことなので、去勢手術だとか避妊手術を手基金っていうのがあるんですけどね、でそれに僕も賛同したので、まあ、ちょっとでもこう役に立てればなっていうことで、耳を、まあ、手術したやつは切るんですけど、それをモチーフにしてあります。片っぽだけ、ちょっと桜の花びらみたいにカットされてる。そうですね、桜耳。桜耳。へえ、はい、今これ5個入ってまして100円ポッキリ。そうなんだ。はい、で、まあ、前はやってたんです。で今後はですね、ほうほう、せっかく桜耳のやってるんで、はい、プラス、ほう、まあ、お気持ちで募金してくださいっていうことにしようかな。おあとは値段はお客さんが決めてください。賛同されたら100円はクッキーの値段、うん、あと10円でもいいです、20円でもいいですっていう、そういう僕もそういう活動をしたいので、賛同してくれたら、はい、そこにいくらか、なければ1円でも構いません、お気持ちでね、うん、それが一人の命を助けたり、うん、はい、手術ができたりということで、結局はその人間もですね、野良猫が増えすぎないっていうことにつながるし、悪さしないということにつながるし、みんなが良くなると思うんですよ、環境的にもね、はいはい、なのでみんながそういうふうなことでは、私は猫が嫌いだからとかではなくて、うん、地球の環境でっかいですけど、大きい目で見て、はい、そこにつながる一歩だと思うんですけど、できることだと思うんで、ぜひともよろしくお願いします、はい、はい、このクッキーだけこのビルの6階に買いに来ても大丈夫ですか？大丈夫です。あれば結構人気なので、すぐ売り切れるんですよ。で、ある時とない時と申し訳ないんですけども、結構手間もかかるんで、一生懸命作るようにはしますので、お問い合わせいただければ。じゃあちょっと今度のイベントでみんなに配りたいんだけど、たくさん注文できるかなっていう時は電話いただければ大丈夫。そうですね。そうですね。そういうこともいけるんです。はい、相談に乗ります。わかりました。はい。はい、可愛いクッキーたくさん PR 兼ねて、ありがとう、広げてってください。はい、頑張ります。はい。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。